生まれはロシア、数字は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今回は外国人と日本人の違いについての動画やねんけども、あれちゃんズバリ日本人と外国人で一番違うの何やと思う？お尻何言ってんねん。違うか。もうふざけたことばっか言って、そういうのはもう NG や言ってるのに。ちょっと待って、一番違うって言われたら難しいやろ。日本と外国の違いやろ。外国人、背の高さ。背の高さ、うん、キラッと言いました一番違うの、自分が思ってる感覚だと笑いのツボ。笑いのツボ、そう、日本人が外国に行って馴染めるかどうか、外国人が日本に来て馴染めるかどうかって、結構な笑いのツボを理解できるかどうか、笑えるかどうか。でも分からへんっていうよね。海外の人はなんか日本の笑いを見ても、うん、ちょっと分からないっていう。そう、ちゃんと通訳してやってもいまいちよく理解できないっていうし、日本の人も海外の聞くと、そう、いやそれが何が面白いんだっていう言う人も結構多いよね。でも理解できる人もいるのよ。それを見て、ハハって笑ってくれるロシア人もいて、日本の笑いを見て、うんうんうん、そういう人ってやっぱ馴染んでる。なるほどね。なんかね、その笑いのツボのポイントを理解できるかどうかっていうのがすごい大きい気がして、だから今回はちょっとロシアの有名なアネクドートっていう、アネクドート好き、そう、笑える小話みたいなのがあって、うんうんうん、やっぱ酔っ払ったりとかしてお酒の席とかでよく話されたりする、絶対話すやつ、小話がもういっぱいあるのよね。でそれを紹介しようかな。あ、本まで売ってるからね、ロシア。そうそう、まとめた本とか、うん、そう、まあ、ロシアの文化的なお笑い、そのアネクドートの話をしてみて、それで動画の視聴者の方で笑える方は多分ロシア人となんとなく馬が合う可能性があるし、笑えない人も別にそれが悪いわけではなくて、やっぱり笑えない人は日本の笑いにやっぱちょっとピッとしてる感じがあるから、まあ、もしかしたらちょっと馴染むまでに時間がかかるかもっていう。まあでもツボも違うかったりするしね。そうそうそう、その笑いのツボに自分はハマるのかどうかっていうのを検証してもらいたいと。あー、いいですね。いいね、いいね。はい、じゃあまず最初の話から。タイトル、山小屋と3人兄弟。子豚の3匹みたい3匹の子豚みたい、違います。それも違う。山小屋と3匹の3人兄弟笑うの調べたえ、これがオチ？いや違います。違う。ある日、うん、3人の兄弟、3人兄弟ね、結構年の年齢は近いです、大人ですの3人の兄弟で、まあちょっと久々、あの夏やし、あのハイキングに行こうということでハイキングに行きました。でまあロシアのハイキングってすごい広い、大きい、もうどこまで行っても終わらないみたいなのがあるから、まあ夜になってしまって、ただ夜になったらその辺にテント張って寝ようっていうふうに思ったんやけども、すごい雨が降ってきたのね。で雨が降ってきてちょっと嵐になってきたから、これやばいぞって言って、どうしようどうしようって言って探してたら、パッと見たらちょっと山小屋があったの、うん、なんか畑、広い畑がある中に山小屋があるような、そういったのが見つかって、あ、これはいいぞって思って、ちょっと誰かおらんかなっていうので、急いであの山小屋に行ってちょっと止めさせてもらおうということで、トン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 って山小屋に、でそしたらギューって扉が開いて、でまあ白髪のおじいちゃん、白ひげを生やしたおじいちゃんが出てきて、なんやって、今あのこんなあのすっごい雨が降ってて嵐が出ててちょっと困ってんねんけど、あのどうにかちょっと泊まらせてくれませんかみたいな、もうすごいちょっと雨もすごいし嵐なので困ってるんですって言って、たらおじいちゃんね、いいけども今回あの大変そうやからほんまは断るけどもいいけども、ちょっと実はうちあの孫娘がいて、まだ若い孫娘なんだ、で彼女すごく大事にしてるから、彼女今若くてまだ処女だから絶対手とか出すなよ、絶対手を出すな、もう本当に俺の宝だと思ってる子だから手出さずにいるっていうことを約束してくれるんやったら止めてもいい、あのそんなに手出すわけないじゃないですか、大丈夫ですよ、で止めさせてもらうことになりました。あの小さい山小屋で、あの何とも言えない、なんかちょっとじらーっていう感じではあったけど、まあ寝れるわと思って
って出たいね。で、まあ、孫娘も確かにすごい若い子で、あの可愛い感じのアリちゃんっぽい感じだと思う。そう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 。で、まあ、翌朝もう見事に空の天気も晴れてて、あーよかったって思ってパッと起きたんやけど、おじいちゃんすごい怒ってんねんな。まあ、どうやらあんだけ手を出すでないっていうふうに怒ったのにも言ったのにもかかわらず、うん、まあ、ちょっと手を出されてるような形跡があるということで、あ、もうなんかもう勉強しちゃったってことなのね。そう、もう怒り浸透なのよ。ほう、誰がやったで、誰もやってないです、信じられへんわ。もうめちゃくちゃ怒って、はあ、おじいちゃんが3人ともちょっと表に出ろって、今から誰がやったか完全に特定してやるって、もう特定したらもう君もこの銃でぶち抜くって言って、ああ、もうやったから、そう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 で、どうやって特定するんですかって言って、そんなもん今からやることに、笑ったやつが犯人や。おお、なるほど。だからもう笑ったあかんっていうことやな。わかりましたと。でも誰もやってないよねって言って、そんな笑わへんし、うん、誰もやってないから大丈夫です、うん、じゃあどうしたらいいんですか、で今そこに畑あるやろ、うん、畑から好きな果物、うん、フルーツを一つ取ってこい、うん、取ってきたらこの小屋の裏側に来いって、で、まあ、みんなでフルーツを取りに行くのよね。長男がね、畑のフルーツにパッて見たらチェリー、さくらんぼっていうのかな、が気になってて、あ、これでいいわって思ってさくらんぼ持って、でパッてパッ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 て裏に来るのね小屋の裏に。でそしたらおじいちゃんそこで待ってると。で、さくらんぼ持ってきました、じゃあお前そこでズボン下ろせズボン下ろす、え、どういうことって言って、ズボン下ろして、パンツも下ろせ、全部下ろされて向こう向けって、さくらんぼ取って、でお尻にクッて言って入れた、うん、ほんで、え、どういうことやって思ってたら2番目の弟が来て、うん、で2番目の弟が手に持ってたのはバナナや、もう泣けんねんけど、バナナ持ってんねん。おじいちゃん同じように後ろ向け、いつも下ろせ、うん、でそのバナナケツにグッて入れるんや、うん、そしたらその2番目の弟笑い始めたのっていう感じで、でお兄ちゃんそれ見て、お前なんでそんな、なんで笑うねんみたいな、一旦落ち着かれるぞ、あの気をつけろよって、なんで笑うねんってお前見てみって、あの3番目の弟、うん、見てみ、スイカ持ってきよるわやばい、なんかスイカを持ってきてる姿やろスイカ持ってきよるわやばい、そのスイカそれは笑うわそれは笑うわ、畑でスイカ見つけてやろパッと見たらもうこんなに何も考えたのにきれいやまあもちろんこの話は全てロシア語でありましてや関西弁でもありませんけど、ね、まあ、ちょっともし日本人に言い聞かせるなら、まあ、こういう感じなのかなっていうふうに思ったけど、どうやらこれ笑ってくれるかな日本の人、意外と笑うんじゃない、やっぱ笑う人と笑わへん人がおって、笑う人はやっぱ最後のオチがスイカ持ってきよるわで笑う、でも笑わへんタイプの人はほんでどうなったんって言って聞いてくるのよやばい、いらんねんそのほんでどうなったんっていう部分は、どうもならへんけど、そうロシアの小話っていうのは前がもうめっちゃ長いねん、でどういうことやろどういうことやろっていろいろ、どこで笑うシーンが出てくるんやろとかいろいろ考えてるうちに全く違うところが笑えるっていうので、しょうもだっていう笑い方ね。日本の落語はどっちかっていうと起承転結になってて、で最後まで話してなるほどね母っていう笑いなんだけども、そうじゃなくてどっちかそういうことみたいな、しょうもなみたいな、みたいな、聞いて損したわっていう笑いが好まれる、結構確かに、もしかしたらねそこでこう誰が犯人かっていうのをなんかバナナとかそういうのどうやってやるんやろみたいな、バナナで、ね、それはびっくりする、お前ら笑っとんねんでもおもろない、バナナ入れてんのにお前必死にさこうやってチェリーお兄ちゃんも入れられてて、その弟から見たでバナナ入れられて、あ、これこいつケツに入れてくるんやって分かった時点 で絶対笑ったらあかんねんけど、パッて見たら3人目が分からん、スイカをこうやって何も知らん、いや何も知らんとやろ、スイカええわ、スイカ好きやしって一番でかいやつ持ってきよるみたいな、はい、まあそんな感じでロシアのアネクドートでしたね、小話でした。え、でもうちもある、ある話したいやつある、これちょっとこれもね、お尻関係なんだよじゃあそりゃ
じゃあその話はちょっとまた次の機会、次の動画で話そうか。ちゃんと撮るから、ちゃんとアップするから。ちゃんとアップしてくれる。はい。なんで、まあ、次の動画をお楽しみにしてください。お願いします。おつぽえさせよみたー。